先日ラピブラデコ、マイナーチェンジの情報が出ました。私の予想ではラインマーカーが追加されると目論んでいましたが、残念ながらトーピードでした。ラピブラ使いはホッとしてるだろうな。リールガンには悪魔が追加されるらしいので、いよいよ新武器の波にラインマーカーが搭載されるのか、すっかりわからなくなってきました。まあ誰も使ってないから削除が安泰じゃない？先に悪魔を消せ。というわけで皆さんやったろう。もうこうなったらボルネオかシャプネオについて、塗り強ラインマーカーで人暴れしてやりたいと思う霊夢よ。おいっす。ラインマーカー武器付きの追加は真面目にもうない気がするマリサだぜ。さてというわけで先日に続きまして、89000名記念配信からお届けしていくわよ。ちなみにこの試合には、ラインマーカーのちぎりを交わした相棒がいるので任せておけば勝てますね。荷が重すぎるだろ。あともはやただの準レギュラーでしかないんだけど。大丈夫大丈夫、スプボが全く見えなくて倒されたけど大丈夫。大丈夫発言とは裏腹にヤグラの進行は一向に止まる気配はなし。ヤグラ上を倒さないといけないんだけど、カーボンが怖すぎてマジで行く気になれないわ。ウルショに合わせてトルネードまで展開。木抜きならぬトルネード抜きしておきますね。一発ゲーかましてる場合じゃねえだろ。一発ゲーじゃねえよ真剣だよ。さあ本格的にまずいところまで入り込まれてきた。っていうか吸引とトルネードってもうこれ終わった？うわ下に魔王いるんだけど、主人公の村にいきなり魔王現れた気分だわ。吸引はどうにでもなるけど、あとはキャンプか。いや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 、それもうずるだ。ああ止まってくれ、配信でこんな集大さらしたくないんだけど、マジでやめてください。セーフ。ああよかった、マジで何もせずにその。どこにボムがあったんでしょうか。ヤグラの棒に紛れてたぞ。ヤグラに生えてるあの棒撤去してもらっていいですか。あれがあるせいでラインマーカーの通りが強烈に悪いので。めちゃくちゃ支援じゃねえか。さて限りなくアウトに近いセーフだが、なんとかノックアウトだけは阻止できたな。お前のせいじゃ、なんでラインマーカーが貫通しないんじゃ。このバーカ、悪口のボケが少なすぎる。払いせみキャンプをラインマーカーで滅多打ちにして満足した。ここから私も攻めに転じましょう。ヤグラに乗りたいところだけど、ここは先に髪を履いてからかな。右高台にいたのは逆に都合がいいわ。ある程度釘付けにできれば関門くらいなら突破できる。さてそこにいられて非常に面倒ではあるんですが、ヤグラに乗っちゃいますか。敵が二人高台にいて残り二人は落ちてたから、運んでいくにはいい感じの展開かな。この辺全然濡れてないからスペシャル確保のためにも塗っておきますか。おっトルネードだ。トルネードは過剰に避けるくらいが多分ちょうどいいと思ってる。それだけできればそんなに脅威だとは思わないわね。むしろ神的にメガホンの方が数倍も厄介だわ。ボム投げはしてきてるが、まあこれくらいだったら対処は余裕だな。さすがに視界に入ってるボムに当たるほど間抜けじゃないわよ。こうやってちゃんと引けば何も怖いことなんてないんだから。この時のシーンについて当人はこのように語っている。お前何ボムに向かって突っ込んでんの？私なんでボムに向かって突っ込んでんだろ。知らねえよ。あれでもなんか結構いい感じじゃない？第三関門まで到達してるわよ。今から私も向かいますね。敵も残りキャンプだけ。そして吸引まで使ってしまったということは、ヤグラに乗ってればそのまま私たちの勝利よ。なんという素晴らしい逆転劇でしょう。残りカウント1まで追い込まれましたが逆転ノックアウト大勝利です。さらには金狼賞を3つ獲得。これは文句なしの大活躍でしょう。お前マジでいる意味あった？それは言うな。それじゃあ2戦目行くわよ。ステージは変わって草屋温泉。ルールはガチココだぜ。今回の配信。動画にできる試合が少なすぎる。地上を挟んでくるな。いやあのマジで私の活躍がポンコツすぎて、全然まともな試合にならなかったのよ。ほら武器編成も見てみて。ラインマーカーが3種もいるのよ。敗因はそれじゃないかな。ひどくね。まあだからいつも動画にしてるのはうまくいった数戦だけかあって、配信来てくれた人を幻滅させてしまった気がするわね。いや私配信のコメント見てたけど、ラインマーカー当てすぎってアビ教官だったぞ。いやこれくらいなら簡単でしょ。みんなラインマーカーが当たることは前提で見に来てたんじゃないの？普通はこんなに当てられねえんだよな。おお、そのラインの張り方はうまい。中央の障害物を利用して自陣と敵陣にいる相手を一気にマークするのか。草屋温泉の新たなラインマーカーセットアップが生まれた気がするわ。一体何を開発しようとしてんだ。もはや私だけではなくずんだみんみんなの力を使って、ラインマーカーの良さを広めていくということが私の目標よ。なのでこのような私の知らなかった投げ方は非常に勉強になります。ラインマーカー界隈がごく小規模すぎて、全然開発が進まないから、こういう数少ないラインマーカニストが集まったタイミングでの、情報収集っていうのはとても大切なのよ。はい、それは見逃しません。あとは適当に撃ってれば倒せる。あ、これ終わった。メガホンにソナーにストリンガー冷静に攻撃。さながらラインマーカーへのストレスをぶつけるがごとく。そのくらいラインマーカーが強いってことよね。弱いくせに射程だけ長いのがストレスなんじゃないかな。まあでも先に関門突破もしたし、このまま守りに入っていきますか。ひとまずどうにかしないといけないのは塗り状況かしらね。ラインマーカー投げるの楽しすぎて全然足場の確保してないからね。やはりこのパーティ欠陥しかないのでは？
嘘、倒したの矛じゃないの、あと一発だと思うんだけど、あこれ無理だ、一旦引かないと、二枚落ちしてるからさすがにカウントは譲るしかないわね。ここの取得に合わせてメガホンを展開、上り坂だがやはり直線上の相手を動かすのには長けてるな。一旦なんとか止まってもらいましょう、これ以上運ばれるのもまずい。一度止めたが相手の攻撃は止むことがない、髪まで吐いてなんとか食い止めてはいるが。そうかわかった、あの位置にいるダイナモがきついんだ、あのダイナモをなんとかしないと多分一生自利品だわ。センサーついちゃったけど気を引かせることぐらいならできるはず、その間に歩行なんとか食い止めたかったがかなりカウントが進行。私にもっとエイムの技術があれば、ちなみに今手首の可動域を強引に引き伸ばしてエイム練習中です。いつか大怪我しそう。もう塗りが最悪でしかないからここは歩行を借りて塗っていきましょう。そもそもこんな状況で突っ込んでいっても、相手の養分になるだけだから戦況が動くまで何もしない方がいいはず。相手の人数を減らすか塗り広げて交代させるかしないと、多分一生何もできないまま終わるわ。だから絵的には最悪だけどちょっとここで籠城塗りしていくわ。それだけだとあまりにもつまらないのでちょっと雑談でも、前回投稿したこの動画のサムネであるラインマーカー30というワードですが、こちらは配信中視聴者さんからいただいたコメントから着想を得た、というかコメントそのまま活用させてもらいました。このチャンネルから出てるサムネの中でもかなり目立つ色彩を放っていて、それでいてラインマーカーも強調できているという、個人的にも非常に満足したサムネに仕上がったと思います。まだラインマーカーがある武器が3種しかないけど、次のアップデでラインマーカー付きが実装されればいよいよ4種混合でパーティが組めるので、ぜひとも実装されてほしいところですね。さて雑談をして時間を繋いだが戦況の方はどうなってる？むしろピンチになりました。采配が悪すぎる。いやだってしょうがないわよ、敵が強すぎるって。敵を倒さないと始まらないからなんとかみんなトライしてくれてるけど、それを全員投げ倒してくるのよ。特にダイナモが動かないから本当にしんどい。だがここで一瞬だが3落ち、ここは割りたいところだけどジャンプされると困るから、そこにいる敵は先にさばいておきましょう。もうこれ以上この場所で居座られて時間を使わせるわけにはいかないわ。さっきからダイナモにここに居座られていつまで経っても戦況が好転しなかったんだわ。そしてわかった、私も前に出ましょう。ずっと後ろでいるから状況が変わらないのよ。かかったなバカめ。霊夢さん、私は何も見ていない。周は100点だったのにエイムが0点の霊夢さん。逆に聞くけどあの距離どうやって当てんの？リッター以上の射程からラインマーカー当てる方が簡単なんだが。マジでスプラ向いてないと思うよ。ラインマーカーの当て方はいくらでも教えしますので、近距離エイムを当てる方法をどうか教えてください。練習しろ。しかし味方のみんなが超優秀。私が倒されてる間にも矛を守って押し込んでくれているのだ。倒されはしたが場所は悪くないな。もう残り時間的に仕掛けていかないと籠城されたら終わってしまう。あそここそナーの範囲なのかよ。さてどうしたもんか困ったけど。はい、お前そんなことする前にカバー入れよ。ジャンプポイントを見つけるとつい。ちなみにですがあの距離はラインマーカーの射程ギリギリですね。偏った知識だけ豊富。ここは中央に戻り残り時間は1分。誰ですかここにラインマーカー刺してる人は。ラインマーカーに耐物性能はついてないですよ。まあ別に次のアプデでつけてくれちゃってもいいんですけど、シールドとかナイス玉とかを一撃で破壊するラインマーカー見てみたいわ。それか2タンクも一撃で破壊されるのでは。よし、もう時間的にこれがラストの攻撃チャンスと見ていいでしょうね。ここの時間をフルに使ってまでもここは慎重に行きましょう。一人で突っ込むんじゃなくてみんなに先行してもらって塗りもゆっくり進めていきましょう。右にストリンガーがいるな。行け。化けでこ部隊、今こそ高低差の強さを見せるのだ。そしてその隙に私は一気に前進する。強引に突破すればこっちの勝利だ。うわぁ、マジでごめんマジでごめん。あぁ、これはやっちまったな。最後のチャンスを完全に無限にしたな。頑張って生き残ってくれてるけど、だよね。残り30秒を切っての敵陣に矛を落としてのワイプアウト。まあさすがにこれはもう勝負あったな。ウィーン、私のせいで、腹いせにラインマーカーでもぶち当ててやるわ。っていうかあれ？なんで敵突っ込んできてんの？もしやこれまだあるのでは、時間内に矛が取得できれば延長入ってもう一回攻撃ができる。おい今敵さん落ちだぞ。マジかよこれは運ぶしかない。神神神神。残り10秒でのドタンバでワイプアウト。でも一気にはいかないわ。ボムコロエンドだって十分あり得る。慎重に、でも隙があったら攻めるように。ナイス道作り。ごめん。うびゃー。勝った、勝ったわよ。マジでどうしようもないと思ってたわ。誇ってのは逆転あるから諦めずに戦うべきだってのが分かったな。あと勝ってる時の籠城の大切さも分かったわ。そんなわけで配信の様子第2弾でした。生配信のアーカイブは概要欄のリンクから飛べるので、ウプ主の生声大丈夫な人はぜひそっちも見てみてくれだぜ。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価、していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。じゃあね。